ビジネスライブラリー信州の挑戦者たち。長野県立大学理事長の安藤邦武です。信州には独自の価値を追求し発展を遂げてきた企業が数多く存在します。信州経済を支えるビジネスリーダーたちへのインタビューを通じて現代社会を生き抜くヒントを探っていきます。今日は株式会社ファミリア表参道代表取締役社長寺島明彦さんにお話を伺います。利用者さんがいらっしゃってご家族がいらっしゃって社会がある以上はですね、責任性のある仕事だと思ってるんですよ。私の仕事はこれはもう結果的には次に継承する人にいいものを渡せるような器を作っていかなきゃいけないと思っておりますね。今介護の現場に立ち会ってもう何年になるんですか？平成16年からですからね。当初はまあがむしゃらにこうやってきて、まあ、当然わからないことが非常に私の場合助かったんですけれども、長野県の高齢者福祉部なんかに通いましてですね、分かんないこと、まあ、法令的なものもたくさんあるんですけれども、もう一つ一つ教わりながら、これをやっちゃいけないのかいいのかっていうようなことを聞きながらですね、一つ一つ勉強させていただいたんですね。結果的にですね、あ、これは逆に言えばできるんだなっていうのを逆提案しても通ったこともあるんですよ。ですのでね、介護のこの決められたもの以外ですね、できることもたくさんあると思うんです、はい、ただそこに挑戦するかしないかの問題だと思うんですね。今までは病院が介護施設を作ってるというパターンが多かったんですけど、私逆でやなので、やっぱりそこは挑戦者としてはですね、違う魅力を作っていかなきゃいけないだろうなと思って、この会社を作ったんです。前はヘルパー制度っていうので派遣切りとかいろいろあって、はい、ニートとかたくさんいらっしゃって、その人たちに仕事についていただきたいということで、国が施策で、まあ、ヘルパー制度なんか作られました。でヘルパーになったんですけども、もう本当にビギナーですよね。介護福祉を取って初めて国家試験なん。今うちの中でもヘルパーで介護福祉に何回も挑戦している方が受かっている方もいらっしゃって、だん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 介護福祉の占有率っていうのですかね、従業員の率が増えています。それは一重にその介護に対するそのいわゆる技術の向上につながってくるのが、利用者さんにとってみれば質のいい介護を受けられるようになってくるんだと思います。一番最初ですね、我々営業させていただいて、いろいろ病院さんに行かせていただいたんですね。そしたらですね、一番そのいわゆる、施設を使いたいのはそういう方々だったんです、それには私もだいぶショックを受けたんですけどね。その体制を作るにはですね、やっぱり看護師さんとかいわゆる技術の高い方をやっぱり入れていかないと見れないんですよ。だから一番最初にハードルを上げちゃったもんですから、それを維持するのは大変には大変だったんです。でもその介護度でいくと 5まであるんですけれども、平均介護度が 4を超えて 4.5 ぐらいになりますとですね、在宅酸素を使われている方とか、まあいろいろカテーテルの入っている方とか、そういう方たちが多いんですよね。そうするとうち一時病院の病棟じゃないかというぐらいの方たちが入ってらっしゃって、そこをやり抜けてきた社員たちが今いるわけですよ。ですので一時その高いのをやったことによってですね、社員の技術というのは結構レベルが高いものがうちの社員は持ってると思います。でも一度言われたことが日赤の先生に言われたんですけども、転院するならファミリアモサンドへ入れさせてもらいなさいとおっしゃっていただいたことがあったんですよ。これはとても嬉しかったですね。うちをそうやって評価してくださるドクターもいらっしゃるということで、はい、社員の励みだったです。
ビジネスライブラリー信州の挑戦者たち、ファミリア表参道の協力でお送りいたしました。